経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第1199回をやっていきたいと思います。今回はマーケティングの変化ということですね。従来ずっとこうマーケティングっていうのをやってきてるんですけど、そのマーケティングっていうのが時代によって変化してきているということですよね。その変化について今回はやっていきたいと思います。で、従来っていうのは 4P 重視ということですね。で、 4P って何だったかっていうと、4つの P ですね。ですね、プロダクト、製品ですね、それからプライス、価格ですね。で、プレイス、立地とか流通ですね。で、最後はプロモーションと。ということで、販売促進ですね。結局2つの前提があって、1つは企業が主導で顧客に商品を売るという前提ですよね。なので企業が製品を準備して、それをいくらにするかを決めて、そしてどういう立地もしくはどういう流通網でね、販売して、そして最後どういうふうに販売促進するか、売上向上を図るかということで、全部こうね、視点が企業側なんですよね。企業はどういう製品を準備しますか、企業はどういう価格をつけますか、で、企業はどういう立地で売りますか、もしくはどういう流通網を作りますか、そして企業はどういう形で販売促進を行い、ね、売上の向上を図りますかと、全部こう企業が主体なんですね。要するにこう企業側から見てるわけです。で、これで成り立ってたのは何でかっていうと、需要があったからですよね。こう顧客側の方に需要があって、作れば売れるという前提があったからです。ね、例えばテレビがない、ね、テレビがないからテレビが欲しい、ね、だからテレビが欲しいという需要があるわけですよ。だからいいテレビを作って、適切な価格をつけて、そしてある、ね、お客さんが集まる立地もしくは流通網で販売促進を行えば、売れるわけですよね。で、作れば売れるという、そういう大前提があると、このマーケティングの 4P でいけるわけですよね。洗濯機が欲しいという需要がありますと、だったら洗濯機、いい洗濯機を作りましょう、適切な価格をつけましょう、ね、そして人がたくさん集まるような場所にお店を開く、もしくは消費者に届けるための流通網を作る、そして販売促進を行えば売れるという前提です。全部需要があるというのが前提なんですね。で、需要がある場合はこれでいけたわけなんですよ。ですけど、ね、この問題は、ね、もう需要そのものはないっていう場合は、これではうまくいかないということですよね。例えば、もうね、お客さんが、ね、一つの家で、ね、テレビを3台持ってますと、ね、もう自分の家にテレビが3台ありますと、テレビが3台あって、じゃあ4台目を買ってくれるかどうかということなんですよね。で、そうした時に企業が、ね、今までのテレビよりもはるかに品質のいいテレビを作り、ね、すごい適切な価格をつけ、ね、で、いいお店、そのお客さんがたくさん集まるお店、もしくは流通網で売り、一生懸命販売促進したとしても売れない。なぜか、それは商品が悪いからじゃないですよね。お客さんの方がすでにテレビを3台持ってるからなんですよ、すでに、ね、だからテレビ3台持ってるから、ね、この商品が今まで持ってる3台のテレビよりもいい商品だったとしても、4台目を買うか、もしくは1台処分して買い替えてくれるかっていうのは、この4つのどの視点でも、ね、ないっていう場合が多いわけですよね。だから作れば売れた時代だったらこれでよかったわけですけど、作っても売れない、なぜなら需要の方がないからということです。ですから、ね、1990年代以降、ちょうど日本で言えばバブル崩壊以降ということになりますけれども、双方向の関係重視ということで、こう顧客と企業が関係性をこう強化していくということですよね。で、そうした場合に売上っていうのは客数、客単価、
で購買、回数ということになりますけれども、どちらかといえば、ね、この客数を増やしていくとか客単価を上げていくというよりも購買回数1人のお客様に何回も、ね、買っていただく、1回だけではなくて2回買っていただく、2回だけではなくて3回買っていただく、毎月買っていただく、毎年買っていただく、そういう、こう購買回数を上げていくという、そのためにこう企業と顧客の方で良好ないい関係を築いていきましょうと、そういう関係に考え方にマーケティングが変化してきているという話ですね。はい、そうした時に変化の理由なんでこう、ね、従来の 4P、ですね、いい製品作って適切な価格をつけて、ね、適切な流通網で販売促進を行えばいいというマーケティングから、ね、なんで双方向の関係重視に変わってきているのかっていう、その変化の理由ですけど、一番は市場の成熟化ですよね。導入期、成長期、成熟期、衰退期っていった時に、まあ、市場全体がもう成熟してきているということですよね。お客さんが欲しいものっていうのは一通り、まあ、持っている。特にアメリカ、ヨーロッパ、日本みたいな先進国であれば、まあ、市場が成熟しているということですよね。だから持つべきもの、欲しいものっていうのは大概持っているという状態であるということですよね。だからどれだけいい製品だったとしても、ね、それを一生懸命作っても、まあ、なかなか売れないという時代になってきているということです。で消費者ニーズの多様化ということですよね。みんなが同じニーズを持っているならば単一製品をたくさんの人に売るってことができるわけです。で、まあ、みんなが同じニーズ、この人もこの人もこの人もみんなが同じニーズを持っているっていうことであれば、企業からするとみんなに同じものを売れるわけです。でしかし、ね、この人とこの人、この人は A が欲しい、この人は B が欲しい、この人は C が欲しい、この人は Z が欲しいってなると、一つの製品を、ね、売ったとしてもこの人しか買ってくれない、あとの人は買ってくれないっていうことが起きるわけですよね。でそうするとやっぱりこう客数をたくさんね、一つの製品をたくさんの人に買ってもらうっていうのがやっぱり難しくなってきてると。もうこの人にはこの人に合う、この人が一番欲しいよ、この人が求めているものを提供しないとなかなか売れなくなってきているということです。だから企業が自分のことだけ考えて最高の性能の、ね、最高品質のものを作ったとしても、ね、この人は買ってくれるかもしれないですけど、他の人は、ね、自分が求めているもの、欲しているものではないから買わないということが起きるということです。であればやっぱり購買回数ですよね。この A さんが、ね、繰り返し繰り返しこの企業の商品を買ってくれるような形で関係性をこう、ね、いい関係性を構築していった方がいいんじゃないかという考え方ですね。あとは大規模小売業者の台頭ということで、まあ、これは流通を考えた時に、ね、製造、卸、小売、消費者というふうに考えると、昔は製造が強かったわけですよ。昔は製造が強かった。なんでかっていうと、作れば売れる、ね、消費者待ってるわけですよ。そのテレビが欲しい、ね、どれだけ行列を作ったとしてもそのテレビを買いにお店に並ぶ、ね、ってなった時に、ね、需要がたくさんあった場合はその需要を満たすことができるこの供給者である、ね、供給元である製造っていうのは強かったわけですよね。もう求めてるわけです。早くテレビ売ってくれないか、早く冷蔵庫売ってくれないか、早く洗濯機売ってくれないかっていうことで需要があるわけですから、ですからこう、じゃあその需要を満たすことができる製造っていうのは強かったわけですよね。製造っていうのは卸とか小売に対しても強かったわけですけど、これは逆転してるわけです。で逆転して今度需要がない、こっちのこう消費者の方に需要がないということになると、ここはね、どんだけいい性能の商品を作ったとしても何せ売れないですから、でそうすると今度は立場が逆転して、今度は消費者と関係性を直接持っているこの小売っていうのが強くなったわけですよね。製造とか卸に比べて ね、だからこう直接消費者と接していて消費者の、ね、声が聞ける、消費者は今何を求めているのかっていう声を聞ける小売の方が、ね、今度は立場が強くなってきているということです。だから消費者が求めているものがもう分かんないわけですから、製造はね。だから自分たちが性能がいいものを作ったらそれで売れるっていう時代ではなくなっているので、消費者の声が聞ける小売業者っていうのが立場が強くなって、直接販売して直接こうお客様と接している小売が一番強いということになってきているわけですよね。でそうなると、じゃあいかに消費者が、ね、いい関係を築いて、消費者が求めている声、現場の声っていうのを聞いてっていう形にこうマーケティングが変化してきているということですね。
あとは社会的コミュニケーションの必要性増大ということで、これは家族構成とかを考えたときに、昔は大家族、大家族、もうね、一家が、ね、8人、10人と、ね、それが2世帯で、それが各家族2世帯というのはおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん子供っていう世帯ですよね。各家族っていうのはもう夫婦と子供っていう世帯ですよね。で夫婦のみで今日本で一番多いのは単独世帯ですよね。一人暮らしだからどんどん家族で一緒に同居して生活してる人が減ってきてるわけですね。だから、まあ、言い方を変えると自由になってるわけですけど、まあ、一人暮らしって一番気楽ですよね。誰にその家族の他の人に気を使わなくても、まあ、自分の好きな時間に起きて好きな時間にご飯食べてみたいな感じで、結構こう自由は自由ですよね。しかし悪く言うと寂しいわけですよ。大家族みたいに8人10人でみんなでね賑やかにわーってご飯を食べたりとかっていうことはしないわけですから、よく言えば自由、悪く言えば寂しいわけですよね。でそうするとやっぱこうね、日常生活の中で圧倒的にこうコミュニケーションっていうのが減ってきてますから、なのでお客様はね、その、テレビ、冷蔵庫、洗濯機みたいなものを求めている需要というのは小さくなっていますけど、逆に寂しさを埋めたいというね、その寂しさを埋めるためのその需要というのは逆に増えてきているわけです。だからコミュニケーションを求めているわけですよね。だから社会的コミュニケーションの必要性増大ということで、結局小売と消費者のコミュニケーション、もしくは企業と顧客とのコミュニケーションっていうのは、顧客の方がまあ求めてきてますよということです。はい、そのために情報通信技術などを活用した効率的効果的な関係性構築の取り組みが行われるようになっているということですよね。やっぱり例えば1人の人とコミュニケーションを取る、10人の人と取る、100人の人と取る、1000人の人と取る、大企業になればなるだけたくさんのお客様とコミュニケーションを取らないといけないわけですよね。そうすると従来の、ね、例えば直接会ってとか、ね、電話でというのであれば、ね、1人とか、ね、何人かっていうんだったらいいですけど、100人、1000人、1万人ってなるととても無理ですよね。そうするとどうしてもやっぱり情報、通信技術、ホームページ、ブログ、フェイスブック、ね、もしくはメール、そういった情報通信技術をうまく活用しないと、100人、1000人、1万人の人と、まあね、コミュニケーションを取る、しかも効率的に、時間とかお金をできるだけかけないで、かつ効果的な関係性構築っていうのはやっぱりね、難しくなってるわけですよね。お客様が少ない1人とかね、2人とか3人とかだったら直接会うっていうのが一番いいわけですけど、それが100人、1000人、1万人もっとということになると、どうしてもこの情報通信技術を使わないと効率的な関係性構築のコミュニケーションというのを取るのができないので、だからこの情報通信技術を活用して、ね、とにかく関係性を構築して、1人のお客様が何回も何回も自社の、ね、商品サービスを、ね、繰り返し繰り返し買ってくださるような形、そっちの方に持っていくようにマーケティングというのが変わってきているという変化の話になります。はい、今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、ぜひグッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ください。感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。